團十郎さんがね一人で会見するっていうのは本当に久しぶりじゃないですか。いやそんなことないですね。結構なんとなくこっちの思い違いかもしれませんけど、思い違いだね。はい、いつもお子さんがお二人いるっていう印象があるんですけど。ああそうでもないよね、うん、あのいやいや横に聞いて、あの一人でやられてる、はい、あそうですかすいませんそれとね、あの団結祭の中であの悪役やるじゃないですか。もうご自分の持ちわっていうなってるやつ。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫です。敵役的なね、うんうん、あのこれはもう悪役分かってて前からやってるお仕事ですか。うん、大丈夫ですかいや、日記男女のこと言ってるのかな。そう、ああ、まあ、日記男女ってのは悪役というよりも、まあ、なんつうか国取りというか、まあ、なんつうかね、やっぱりこう、悪役の中でもその悪役というものである、まあ、最上級に品格のある部類に属す役柄なので、やはりその床下、本当は人情対決っていうものがあるんですけども、まあ、人情対決は今回せずに、御殿床下というところで、本当にわずかな時間の中でその存在というものを示すということはかなり大変だろうと思っていまして、歌舞伎の役と個人とは、まあ、全く関係ないので、まあ、そこら辺はどういう意図でそういうお話をしているのかちょっと僕には分からないんですけど、何を求めているか逆に言っていただければそれを答えようかなと。基本的にはね、なんかあの主役っていうのは悪役やらないじゃないですか。歌舞伎の世界では時々ありますよね。あのちょっと勉強不足で、うん、あの日記男女とは代々の團十郎がやっている演目ですし、はい、逆に言うともっと短い男の助、荒獅子男の助、今度右團次さんがやるのも九代目團十郎が、まあ、主にやっていたお役、まあ日記男女は高麗屋系が多かったんですけど、まあ、代々の團十郎やってますし、どういうこと言ってるの。はい、うん、よろしいですか、うん、分かんなかったらごめんなさい。どうもありがとうございました。お時間でございますので以上で質疑応答を収めさせていただきたいと思います。団地祭5月大歌舞伎は5月2日の初日でございます。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。大丈夫でした。なんか悪人の話は何か欲しい言葉なかったですか。大丈夫、本当に大丈夫なら大丈夫なんだけど、なんかちょっと気になって、はい、大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫とおっしゃってるので大丈夫なんではないかと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。